うん、声出ない。おはようございます。ということで今日はね、ゴールデンウィーク真っただ中のお休みの日ですね。今日はね、一日のルーティーンを持っていこうかなと思います。はい、ということで、もうすごい、もう本当寝起きでマジでまだ声が出てないんですけど、はい、今から下に行ってね、顔を洗ったりしたいなと思います。はい、ということでね、音が取れてなかったので別撮りで今音を取ってます。まず洗顔してきます。これもなんか無印のマイルドスクラブ洗顔フォームってやつ、なんか別に特にこだわりとかないんだけど、なんかスクラブっていうのがなんか毛穴にいいみたいなこと聞いてちょっとね使ってます今、うん、ね、いい洗顔フォームがあれば教えてほしいんだけど、うん、あとなんかコスパいいやつ教えてほしいですね。で、なんか私泡を乗っけてちょっと待つんですよ。なんか10秒ぐらい待ってから流します。あ、で今説明してくれてたのね。説明しました。あ、でもどっか行っちゃった。あ、ティッシュ取りに行きました。あのティッシュなかったんであ、また入れなくなっちゃったよ。化粧取りに行きましたね、なかったんで。あ、そうなんだ。あ、また帰ってきた。化粧取ってます。保湿ですね、保湿は大事ですよ。そうですね、ニキビとかができないためにも、うんうん、そしたら取って次は髪をやっていきます。前髪は濡らしますね、元から。あ、元だ。またいなくなっちゃった。ドライヤーですね。ドライヤーね。で、右左ってやって最後に直進じゃーんみたいな感じで。これ前ね、教えてくれてた、ね。うん、前も多分言ったと思うんだけど、うん、この方法で毎日やってます。そしたら前髪がまっすぐになります。そしたら次にアイロンで、後ろ髪をやってきます。まずね、まっすぐに伸ばすんですよ、これ。まっすぐに伸ばしてから、毛先だけ巻くみたいな方法でやってるので、まず全体的に伸ばします。もうずっと伸びた、もう伸ばしてますね。で、伸ばしたら、あ、待って、そうだ、この日は、ストレートにしたかったから伸ばして終わったの。あ、そうなんだ。普段は、毛先だけ巻いてます。あ、そうなんだ。そうそうそう。で、あとなんかちっちゃいコテで、アイロンか、前髪やって、急に歯磨きになっちゃった。歯磨きですね。歯磨きになっちゃった、急に。顔と髪ができたら髪を。あ、急にお化粧出ちゃった。あ、これからメイクします。日焼け止めは大事で、なんか適当に塗ってます。ここからはひたすらメイクですね。うん、そうですね。黙々と。そうですね。また急に終わっちゃうかもしれない。日焼け止めの後はもう本当にずっとなんか黙々とメイクってますね。はい。アイシャドウと、ハイライトとリップぐらいかな。あとなんか影つけてるかもしれない。ちょっと。あと眉毛描いてます。アイライナーも敷いてんじゃない？あ、そう、アイライナーも敷いてるわ。ねえ。アイライナーも敷いてます。アイライナー。結構やってるね。結構やってるよね。あとなんかさ、シェーディング。シェーディングもやってんの？シェーディングもたまにやってる。なんか、フルメイクじゃんじゃん。なんかね、眉毛描くやつで、涙袋描くと、うん、めっちゃいい感じで。へ、え、ぇ、ー、そうなんだ。ちょっと影入れてますね、今。もうすごい。すごくない？すごいね。影まで入れちゃうのね。入れてんの。けどなんか私、鼻筋なくてさ、影入れれないんだよね。なんか。あ、終わっちゃった。終わっちゃった。バイバーイ。バイバイ。はい、ということで、まず、メイクして、着替えて、じゃあママが言います。はい。洋服が決まらず、お財布がなくて、ドタバタしておりました。以上。すごいわかりやすいですね。ありがとうございます。簡潔にやった方がいいよ、これは。そうなんですよ。洋服も決まらず、どうしようどうしようって。本当に、うん。で、出かけようとしたら、お財布がないってなって、ないないって家族総出で探し。ありました。無事。うん、だからね、動画とか撮ってる余裕もなく、気づいたら、もう、あれから撮ってないみたいな。すいませんでした。でね、今、車で、ある場所に向かってるんですけど、朝ごはん食べてないということで、パン屋によって朝ごはんを買いました。パン4つ買いました。まずは、全部食べれるかな。焼きそば、コッペ。一番惹かれたやつ。いただきます。うん、美味しい。やばい、めちゃめちゃ美味しい。りりちゃんも美味しいって。美味しい？美味しい？
チョコ美味しそうだよね。やばい、美味しい。給食みたいな。ということで、今度ご飯食べようと思います。OK かな？ここでも紹介します。これでーす。美味しそうじゃない？ブルーベリー。ブルーベリーの伝説的なやつと、しーちゃんの大好きな塩パン。あとこれなんか、ショートケーキみたいなパン。わかりにくいけどね。いちごが乗ってる。なんかね、中がね、クリームとか入ってて、そうそうそう、ショートケーキっぽいよね。っぽいやつです。すごい、朝から。あ、でもこれは朝昼兼用のブランチなんで、いっぱい食べましょう。はい、夜まで。私朝いっぱい食べるんだよ。そう、夜まで今日はご飯ないんで、はい、食べたいと思います。ちなみに今、9時56分でございます。お休みの日は必ず2食なの。そうなの。遅めの朝昼ご飯、うん、早めの夕ご飯。そう、そんな感じ。それが一番いい感じ、うん、ね、うん、うまっ。わさびめっちゃ入ってる？辛い？大丈夫？そっか、リミ結構わさび好きだもんね。ペイズス。お、どこ、お店の名前？うん。うん、専用醤油。すごい。どうしーちゃん？やばい、美味しい。やっぱ茨城来たから納豆をいっぱい頼んだよね。うん。納豆がほごほごあった。納豆いっぱい飲みました。はい、ありがとうございます。これがそぼろ納豆。こういう感じ、そぼろ納豆だって。これは何、茨城では有名なの？ここわからないよね。で、これがキムチ納豆。キムチ納豆、美味しい。で、これがキムチ納豆も頼みました。キムチ納豆、しんちゃん納豆寿司。焼きサーモン食べる人。はい、ね、ちょっとやばくない？なんかみんな納豆じゃない？納豆、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 納豆。え、やばくない？みんな納豆じゃん。しーちゃんとけいちゃんの前。いや、納豆好きなんだよね。納豆好きはいいけど、全部納豆っていうね。面白い。しょぼろと？しょぼろとキムチと、普通の納豆かな？普通の納豆、ひわりのやつ。ひわりのやつだよね。素晴らしい。美味しそう。写真撮れたので食べましょう。はい、まずキムチは醤油つけないで。うん、いいじゃん、これ。どう？美味しい？美味しい？よかった。じゃあみんなで食べるね。ボロはたくあん。コリコリ。あ、コリコリしてんだ。たくあんっぽい。今の時刻6時半ですね。そうだね。何時に何時に帰れるかどうか。帰れるかですね。2時間はかかるんじゃない？うん、まあのんびり帰りましょう。明日もお休みですしね。イエーイ。ベストは11時。
本当に2時間、予定では2時間だそうです。はい、バイバイ。はい、ということで帰ってきました。ということでね、現在の時刻は9時45分ぐらいです。ということで、まあ3時間ぐらいかかったわけなんですけども、はい、今からねお風呂入ったりケアしたりしてね寝たいなと思いますね。今日も疲れちゃったんでこの辺で終わりにしたいなと思います。ということで、はい、最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。鼻ありがとう。やばいよ。あれじゃあ自分の顔見てないからどんなについてるかわかんないんだけど、自撮りしてみていい？うん、ぜひ自分の顔見てみてください。やばいよね。え、やばっ。こことこことこみんなこれね、これ食べたらね、ここのクリームがついた。やばい。やばいよね。カスタード入ってるね。それ美味しいよね。コロナ？コロネ。コロネ。コロン？コロネだって。二人とも違った。リミ、バナナ見せてよ、バナナ。バナナ。これニトリで買いました。溶けてるの？うわ、なんかなだれがすごい。どうしよう、食べようかな。食べな。いっぱい食べとかないとお腹空いちゃうよ。もう夕方までね、ご飯食べませんよ。そうだそうだ。リミ、いつも下から食べてんだけど、こっちから食べようかな。さないよね、リミちゃん。車のゴーゴーの音がすごい。ゴーゴーの音、うん、外が今パパが今ガソリン入れてる最中に撮ってます、ね、めっちゃ道中で今ガソリンを入れてました。はい、うん、じゃあまたゆっくり食べてください。4個目です。でまだ鼻ついてるからね。あ、マジで？